はいどうも皆さんこんにちは、タツチャンネルのタツヤです。本日はジャイロキャノピーのプラグ交換をしていきます。使う工具は 8mm のメガネとかスパナと、あとは 20.8mm の、プラグレンチ1つだけでできます。それでは作業の方を始めていきます。では行こう。それではまず 8mm のメガネを使って上のカバーを取っていきます。ネジが取れたら上にカバーを引き上げます。そしたら4箇所で止まってるだけなんでね、簡単に外れます。で外すと中にこのプラグのコードが見えるんですけど、その前にエアダスターなどを使って周りのホコリを簡単に吹き飛ばしておきます。よし、こんなもんでいいかな。でこれをよいしょ外します。よいしょ。で、まあコードは適当にどっか端に避けておいて、そしたらプラグレンチを使ってプラグを外していきます。で、この時もエアブローをして周りのホコリを飛ばしておきます。よし。で、ではプラグを外していきます。よし。プラグが取れました。まず最初にこちらが今回外したプラグです。で新しいプラグがこっち、まあ、見比べるとこんな感じですね。そしたら取り付けの方をしていきます。取り付けはまず最初は手で締め込んでいきます。で手である程度締めたら最後棒を使って締め込んであげます。OK。 そしたら外したプラグコードを戻してあげます。まず一旦この状態でエンジンがかかるか試します。ちゃんとエンジンがかかることが分かったのでカバーを戻していきます。よし。でカバーをつけたらボルトを戻します。でボルトもいきなり工具を使わずにまず最初は手で締めましょう。手である程度締まったら工具を使って締め込んでいくと。で締めるときもこっちがプラスチックなのであんまり強く締めると割れてしまうので、まあ、適度な力で、まあ、手で緩まない程度で締めておけば OK です。ということで本日はジャイロキャノピーのプラグ交換の動画でした。本日もご視聴ありがとうございました。まずこのタツチャンネル、チャンネル登録したい人はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。そして Twitter、Instagram やってるのでまだフォローしてない人はぜひそちらのフォローもよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。